申し訳ねえ、ちょっとさっきの場所からとにかく早く離れたかったね。多分あまりよろしくなかったり映してたら、はい、続き、さっきは向こう側ね、この道の反対側の公園、今回こっち側、続きです。焦った、久々にゾッとしたわ。ね、女の人たちがすごい踊ってて怖かった、ちょっと、あ、やべえと思ったわ。行きましょう。こっち側俺来たことないんだよね、いつも向こう側ばかりで。こうやってベンチがあってね、まあ一回写真撮り来たことがあったかな。さあ、日が伸びすぎだよな。もう今8時半だぞ。まだうっすら向こうの方が明るいな。あとね、最近すぐね、ちょこちょこ言われてるけど、心霊スポット、まあ、夜の方が見てる側も面白いと思うんだけど、昼、もう俺昼は仕事があるからあれだけど、時間縫って行こうかなと思って、昼の心霊スポットオンリーのやつだけもまた一夜から作ってくれって。そう、ちょっと考えておきます。昼の心霊スポットってどうなんだろうな。熊に怯えることはなくなると思うけどね、山っ際だとね。こういうとこなんかだと逆に昼の方は不審がられないのかな、カメラで写真撮ってる手で。こっちの方がなんかゆっくりできそうだな。どこまで続いてるんだかわからんけど、あ、リスナーが送ってきた写真これだ。ここの写真をね送ってきたのよ。もう変なもんが撮れたって言って、まあね、ほこりね、その類なんだけど、それでそのリスナーが、そのね、学生時代のその友達と一緒に来て、食べ行って、で、熊谷なんだけどね、ここね、まあ水上公園ってとこなんだけど、そこでその話を聞いたのよ。鳥さん来るって言われて、あ、行くわ、つって。びっくりした。向こう行ったらもう敷地出ちゃうのかな。明るなんだろう、これは橋かな、橋だ。あとね、毎度毎度のことなんだけどさ、15分以内でうまく収まんないわ、やっぱり。
あ、まあ怪しいよな。うん、あそこのもなんか橋あるけど、止まれ、向こう民家だよな。鳥か何かいるな。ですね。なんだこれ。はい、住宅街の方に繋がってます。もう配信で一回ここな、あ、いて来たのがもう何年も前の話で、こっち側来とけよかったな。向こうより静かだと思うんだよね。こっちではちょっともうちょいライトでかくしすぎ、でかくしすぎたね。こんぐらい、周辺光こんぐらい。いた。あ、何これ。何これ。あ、慰霊碑か何かか。ああ、なんか書いてある。名前書いてないよね、今。あ、わかんねえ。また眩しくなる一回。なんだろう。なんかのあれか。羊山みたい的なあれか。どっかに説明書いてねえからな。あー、第二次世界大戦って書いてあるから、そういうことか。なるほどね。
裏から入っちゃった、失礼しました。よいしょ。こんなもんだった。本庄にも確かこんなんかあった気がするな。本庄、この辺だと本庄秩父か。そういうことか。これがさっき向こう側から見たのリスナーが教えてくれたやつな。で、目の前にあるんだ。目の前にあるんだ。緑の家があるツタング、それか。ここらにじゃあ座ってたんだな、要は。ちょっとね、詳細はちょっと放送の方で話します。ここだ。で、ここから向こう海で座ってたと。ちょっと後でね、鳥階段が詰まったその鳥居友人帳と俺が言ってた、階段の、なんつったらいいかな。俺がね、適当にそのまとめたノートがあったんだけど、それがなくなっちゃってさ、最近。ここ2週間ぐらいかな。2週間、3週間経ってないぐらいで。なくなっちゃってて、今、えらい困ってんだよね。だから、あの時に連絡取ってた、ね、そのリスナーさんが、に今、スカイプをポン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 送ってるんだけど、もう一回ちょっとって。あっち行ったら出ちゃうから、とりあえずこっち行って道路出て終わりかな。奥の方がやっぱり暗くてあれだね。向こうから来たんか。ちょうど15分ぐらいで終わるかな。これ昔の建物なんかな。で、これでライトアップされてるのかな。こんな感じかな。心霊スポットじゃないけどね、心霊スポットじゃっていう番ってあるでしょ。まあ基本そういうのないとは思ってるけど、そういう場所じゃなくてもなんかね、結構ね、鬱蒼としてるこういう場所ってね、こういう動画撮ってるとね、まあ雰囲気あるとこ雰囲気あるからね。また次のとこで。まあ、今日やめとくかも。もう疲れたわ。はい。また後日。海流船ちゃん。お疲れ様です。水上公園でした。